直列5気筒とは、レシプロエンジンなどのシリンダー配列形式の一つ。シリンダーが5つ、直列に並んでいる。略して、時期ごとも記載することもある。この形式は、直列4気筒と直列6気筒エンジンの接中案的なものである。直列5気筒エンジンは、民生デーゼル、メルセデスベンツ、アウディ、ホンダ、トヨタなどで使われた。 トラックバス用エンジンにも用いられ、多くは直列6気筒エンジンからの派生エンジンである。また、近年では、フォルクスワーゲンのように V10 エンジンのエンジンブロックを流用したものもある。ボルボカーズが幅広い車種に搭載しており、チューニングの違いやターボチャージャーの有無などのバリエーションがある。なお、ボルボカーズは、比較的長さのある時期のエンジンを横置きで、 使用していた数少ないメーカーである。直列5気筒エンジンを搭載する車種は以下の通りである。1960年代にはホンダが2輪の RC148、RC149 で5気筒エンジンを使用した。このエンジンのクランクシャフトは今日の直列5気筒エンジンとは異なり6、気筒エンジンから1気筒分抜いたもので燃焼感覚も不当であった。ありがとうございます。